これじゃない？一番怪しいんだけどさ、あの塔から聞こえてくるようだな。ちょっと薄気味アリーが寄ってみるかい？見るからに一番怪しいポイントがここのような気がするんだけど、ちょっと行ってみますか。降ります。あ、猫がいる。多分この場所でしょうね。女の子が言ってた、その猫の鳴き声がするみたいな。さあ、ということで行きますか。猫なりの塔？まあ、見たまんまね。ひたすら上に上に行けば多分いいと思うので、さっきからニャーニャーうるせえ、この猫の鳴き声。どうやらこの塔の上の方から聞こえてくるようだな。それより壁にベタベタとついてるあの足跡のような印、あれは13の筆技の一つ、壁足りの神様の紋所。ってことは新しい筆技も覚えそうですね。ってことはもしかして、もしかすると早速イベントの前に敵ですね。結構エグくない？結構エグくない？エグいよね。まあ、回転系はね、回転系はね、手かだまちゃんをうまく使いながらって感じですかね。 OK。 なんかうまいことハマってくれたね。よかったよかった、ありがとうございます。で、とりあえず開けよう。壁紙の紋所。この世には壁紙様の紋所と呼ばれる聖なる文様がある。多分絵のまんまだろうね。ああやって登っていくんでしょうね、おそらく。その紋所には壁紙様の力の残滓が宿っており、神の力を持つ者はその壁を自由に登ることができるようになるのじゃ。壁神様の紋所がある壁に近づいて A でジャンプ、もう一度 A を押せば壁に張り付くことができる。さすれば壁神様の紋所が続く限り遥か上空を目指すことができるじゃろう。あ、できた。そういうことか。なるほどね。まあ、とりあえずこの辺ちょっとやりましょうか。考える前に飛び込め。では行ってみますか。こっちか。結構長いね。なかなか高かったですもんね、あのムービー中。さっきのところね、ちょっと陸があったんだけど、見てみたら猫ちゃんが一匹いるだけでした。一応餌あげときました。お、またあったよ。さっきもね、こんな感じだったんですよね。はぐれ玉もあった。お、来ましたね。おお、古戦はありがたい、古戦はありがたい。まあ、一応投げときますか。めっちゃね買っておいたんで、まあブックマークだけでもしておきましょう。
まあ、もしかしたら帰り道とかで使った方が良かったのかもしれないけど、まあいいや、買えばいいんですよ。なかったら、なくなったら。そしてそろそろ着きそうな感じもするんだけども、航路一応ぐるーって回ってみたいな。特にって感じかな。多分大丈夫ですね。さあイベント、浜子を見な、あんなところに猫がいるじゃねえか。塔のてっぺんに一人ぼっちた物好きな猫だぜ。いや、まさか自分で登ったわけもねえか。それにしてもこんなところにいて食うものあるのかい。まずはなんかあげればいいんじゃないか。あげたら何かありそうな気がする。お食べ。猫の鳴き声がやんだ。星座来ましたね。結構場所が多いね今回は。いやそうでもないか、4箇所ですかね。よいしょ。なんかいい感じになってるんだけど、一寸がピヨってるんだけど。おお、我らがジボン、アンマテラス大神、邪気渦巻く人界を憂い、我天空を望むこの塔に身を寄せ、遥か下の世界を見下ろしはべりぬ、再び我が力必要とあらばこの壁紙、お前に雨かける希望の橋を駆け立てますらん。お願いします。お前ら今おいらに何をしやがった。ありとあらゆることしやがりましたね。とにかく今のは13分身の一人、筆技壁たりの力を司る壁神様じゃねえか。こんなところに一匹で妙な猫だとは思ったが、もしかしたらこいつは壁神様を守る神の使いだったんじゃ。なるほど。猫の石像、お前に壁たりの力が戻ったから、あの壁神様の像が力を使えって言ってるんだよ。なるほど。あの像に筆を置いて壁に線を走らせりゃ、そういう感じの使い方か。そうすれば上に行けるみたいな感じなんですね。なんかちょこちょこありましたよね、この猫の像って。確かこれで探索ポイントも広がったりするんだろうかね。見ましたよね。早速試しに行こうじゃねえか。まあ、とりあえずここですね。さあ実績解除。でかい。でかいな。な、こっちにも行ける？そうだよね。でかいなーって一寸が言って以上みたいな感じではないよね、さすがに。オッケーオッケー。
でいいのかな。帰っちゃうよ帰っちゃうよ。多分これですよね。こっから上に行けばなんかあるんじゃないか。足りる足りますか。オッケーオッケーオッケー。これで行けるようになるエリアがあるはず。どうもー、イベントですかね。敵かー。空飛ぶ系はねなかなか辛いんですよね。下に降りてきてくれたらいいんだけどな。下に降りてきてくれませんかね。あれでもなんか知らない間にダメージめっちゃ受けてるんだけど。やった。あ、普通にダメージ取ってるんだ。なるほどなるほど。まあ、OK です。OK、OK。ダメージ受けちゃったけど。誰かそこにいるのかい？多分会話かな。ここは展望岬。展望岬。展望岬の男。昔神様が天へ帰るのにこっから飛び立ったって言い伝えがあるんだよ。夜にはいつも満天の星空が広がっていて。岬の先端からは大きな渦巻き、アマナルトが見えたもんだ。アマナルト。アマナルトっていうのは夜空に浮かぶ星の集まりで、ナルトのように見事な渦巻きを形作っていたんだよ。でも最近沖合に鬼の顔をした不吉な島が現れてからは鬼ヶ島かな。それが妖怪たちの数は増え始めるし、空もよどんでくるし、でね、昔のように綺麗な星空は見えなくなっちゃったんだ。今明るいからさすがに星は見えないけど、夜になったから流れ星にお願いしたことがあるんだ。星に願いをかけたらきっと叶う。夜空に渦巻く星の渦、アマナルトだって見えるようになるよ。夜にすればいいのかな。どうぞ。お願いしたいことあってこの展望岬に立ってるんだけど、やっぱり昔のように流れ星が流れることはめったになくなっちゃった。お空に流れ星が流れればお願い事ができるんだけどな。星に願いをかけたらきっと叶う。夜空に渦巻く星の渦、アマナルトだって見えるようになるよ。ワンコも僕の隣で一緒に流れ星を探さないかい。あこれでよかったんだ。これでいいんだ。早速お願いしなきゃ。昔のように空が綺麗になって夜空に再びアマナルトが現れますようにお願いします。おお、アマナルトだ。本当に叶ったんだ。あれか。さあ、展望岬。天を望めば天なると。銀河めぐらば海なると。天子、そろそろ竜宮の入り口とご対面できそうじゃねえか。多分なんかやるんでしょうね。ねえ、めっちゃ綺麗だよね。でっかい風車だな。なるほどね。とりあえず乗ってって感じだよね。この台座、風車みたいな渦巻きが書いてある。もしかしてあの夜空の星の渦と何か関係があるんじゃ。確か海に海ナルトが現れるのは空の天ナルトが何だったっけ。え、なんかこうこんな感じじゃないって思ってんだけど、どう。お、これを繰り返せばなんかあるんじゃないか。
もう一丁いきますか。回ってますね。出やがった。竜宮の入り口、海鳴門か。天鳴門の大回転に誘われて大海原に浮かび上がったぜ。よし、山子、早速竜宮へ乗り込もうじゃねえか。行きますか。暴れ者の推理を野放しにしてる竜神族に正義の原骨を食らわしに行こうぜ。よし、行きますか。もうそのまま近づけばいいんですかねって思ったんですけど、多分シャチマルに乗って行った方がいいのではって思ったので連れてきました。でこのまま直進したらいいと思うんで行きますか。 OK。 いよいよ竜宮エリアですよね。わー楽しみだ。さあ竜宮、美しい。浜子、ついにお目にかかれたぜ。なんかちょっと声にボイスにエコーがかかってるね。あの海鳴門を潜ってたどり着いたってことは、ここは竜神族たちの国竜宮だ。水流を操る竜神族、確か頭は乙姫ってやつだい。浜子、油断するんじゃねえぞ。行きましょう。うわ、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗だ。トンボ玉だ。あー、この感じ好きだな。警備隊、待たれい、そこの白き獣よ。この竜宮に何用か。我ら竜神族以外にこのような海底を訪れる者がいるとは、なんと神妙な。名をお聞かせいただこうか。でかいタイトル来るじゃねえか。そういうつもりではないと思うけど。あの推理を大暴れす様は野放しにしてんのはお前らかい。おいらは西安教筆頭卑弥呼姉の防波堤旅絵師一寸様だい。おめえらみたいな下っ端じゃ話にならねえ。頭の乙姫ってのを出してもらおうか。何、卑弥呼、あの西安教の女王卑弥呼か。ということはあの白き獣は。お、入れそうな感じ。白き獣よ、通られよ。玉座の間にて話を伺おう。いけそうですね。でもだんだんアマテラスなんか顔パスレベルになってきたよね。お邪魔しまーす。何十年ぶり、そんなになんですね。なんかいろんなとこ行けそうな感じがしてめっちゃ迷うんですけど。水流様の庭、暴流溶かしてしまった水流様が住まわれている場所だ。下手に刺激して暴れさせてはこの竜宮とてひとたまりもないだろう。あー、なるほど、まあ、現状通れないわけね。向こうは何でしょうか。多分乙姫様はまっすぐ行ったところだよね。こっち気になる。癒しの湖、憩いの場所。あー、こっちも行けない感じか。妙に女がそうか、俺あんまり気にならなかったけど。いや、もうさすが一寸だね。もう一寸はいつも通りって感じだね。こういうね、こういう裏にね、何かね、あったりするんですよ。ね？俺見たことか。
え、どこ？え、どこ？でもなんかありそう。割と嬉しいよ、そういうのあるの。え、待って、何だった？結構もらえる。45もらえた。え、めっちゃあるんだけど。3つもあるよ。九谷焼の大皿。お、はぐれ玉。神々の守り。で、ここにもなんかある。2つあるか、同じところに。あ、こっちにもありますね。やった。あら、こっちにも。なんかすごい充実度しているよ。あ、って思ったけど、これ戻るやつか。やっちゃったー。ねえ、まだやれることありますもんね。戻ってきたよ、俺は。で、まあ、お花咲かせたら、やれることはこんなもんかな。じゃあ行きましょうか。その前に、結構溜まってきたんで、どうしよっかな。体力も、欲しいんだけど、炭氷弾かな。オッケー、これでいきましょう。で、いよいよ奥のところに行きますか。乙姫様に会いに行こう。お主か、乙姫様に招かれた客人とは。このような狼に一体何の要件があるというんだ。ともかく乙姫様がおられる玉座の間はこの上だ。わかりました。ねえ、もうちょっといろいろ寄り道してみたいので。せっかく来ましたからね、ちょっといろいろ見たいじゃないですか。亀バー、宝物庫。へえ。売ってやる、マジですか。ああ、一応お買い物ができるよって感じですね。じゃあちょっとお魚さん結構使っちゃったんで、お魚さんの補充と40で揃えておいて。結構古銭使うんですよね。まあでも20あればいいか、よっぽど。 OK、 だもうちょい溜まったら売り物の方は売っていこうってことで。まあさすがにできないよね、そんなことね。怒られるよね、出禁とかになるよね多分。さあ、こっちは、浜札。ここは竜宮、我ら竜神族が太古より住まいし聖域だ。久方ぶりの客人がお前のような畜生とは、いよいよこの漁島原も混迷を極めてきたということか。そんなこと言うなよ。犬の客人とは珍しい。ここにいるということは、門番がここを通したということ。なるほど、聞こう。ただの狼というわけではないようだ。乙姫様も何か妙案があるのであろう。さあ、早く乙姫様の待つ玉座の前へ行くがよい。あ、そう言ってくださるお方もいるってわけね。どうなってしまうのかしら。ん、待って、この辺なんか調べられない。なんか出てこなかった。そういうこと。そういうことか。あ、こっちに反応してたわけね。なるほどなるほど。では、いよいよ行きますか、上に。
めっちゃ綺麗なんだけど、こういうなんか隙間になんかあんじゃねえのかって思っちゃうあたりダメなところだね。さあお話をしましょう。龍神族の長ってやつ手に入れたね。実績、お二方よくぞ参られた。ここは竜宮城、海の民たる我ら龍神族の宮殿にありまする。龍神だか怪人だかしない、怪人ではないと思う。そこに殿と構えてんのがお前らの頭だろ。俺らたちはそいつに話があって来たんだい。いかにも私が今この竜宮を治めている龍神族の長乙姫です。おお、そうかい。そりゃまあそれとして一つ聞かせてもらおうじゃねえか。今海で暴れてる水流、あれを操れるのはお前たち龍神族だけなんだってな。それをあんな風にほっぽってる上に使いをよこしておいらたちを呼び込むた。お前らそれなりの覚悟はできてんだろうな。もちろん覚悟はできていますわ。ジポ、アマテラス、大神よ。